先日、コラボと二刀流目の3を支える会が爆誕してしまいました。私はしばらく、支える会のツイッターをウォッチしています。現状での報告をいくつかお届けします。まずはこちらのツイートをご覧ください。キムアノン、このタブめっちゃ便利だな。ミュートブロックすべき、やべえアカウントたちを片っ端から確認できる。こちらのツイートは、ヒマソラアカネ様の支持者のツイートです。キムアノンというタブを使っているのは、コラボを擁護してヒマソラアカネを叩く、やべえやつしかいないから、ブロックすべき対象がわかりやすくて楽だ。そうおっしゃっていますね。普通に読み取るとそうなるじゃないですか。でも中には、普通に読み取ることができない人もいるのです。例えば、支える会のアカウントを動かしている人とか、なんと支える会は、このツイートをリツイートしているのです。確かに賛同意見でなくても、晒し上げのためにリツイートすることはあります。しかし私の感想ではおそらく、支える会は晒し上げ目的ではなく、上記のツイートの意図を理解せず、仲間の意見だと思ってリツイートしています。そんなに難しい日本語でもないですし、意図を読み違えますかね普通。これらのことからわかるのは、支える会のアカウントを動かしている人が、極めてガバガバだという点です。むしろ炎上を拡大させてしまう恐れすらあります。前にも言いましたけどさっさと担当者を変えましょう。誰が動かしてるのか知らんけど、支える会は相変わらず、賛同意見をリツイートしまくっていますね。こないだレスバトルで完全敗北した影響なのか、レスバする回数は若干減ったものの、小島康平都議の件では同じ内容のリプを複数の人に送り、マウントを取っていました。少し前は BOT のように全く同じ文面を送っていました。しかしさすがに懲りたのか、文面はリプごとに変えています。マウントの取り方は全く同じです。例えばこちらのツイートをご覧ください。支える会の発言です。あなたがリプしてるツイートにある、説明資料にちゃんと書かれていますよ。なぜ読まないのでしょうか。めちゃめちゃ高圧的ですよね。これではコラボへの印象が良くなるどころか、逆に悪くなってしまいます。支えるどころか、むしろ足を引っ張っているのではないでしょうか。あと支える会はこんなツイートもしています。ヒマゲート事件ピカゲート URL。確かにヒマソラアカネ様も若干オーバーな表現を使用する時があり、陰謀論という人がいるのも仕方ないかなと思うんですが、支える会がヒマアノンとか、ヒマゲート事件とか、そういうタブを使うのは印象があまり良くないんじゃないでしょうか。先ほどのツイートに寄せられていた、6件のリプをすべてご紹介します。支えたいと思わせる活動しなよ。コラボ界隈の人たちって暇なんですね。なんでこんな印象操作と思われることをするのですか。誹謗中傷で訴えている側が、関係ない事件と関連付けて相手を貶めるようなことをするのはあってと思います。印象がとても良くないので名前通り支える会なら、別のもっと良い方法を考えるのがいいと思います。コラボを応援するために、相手の評判を下げようと躍起になることしかできないの。これ、ヒマアノン誤爆 RT 事件、と合わせると自滅って言葉がふさわしい。正論ハラスメントですよ。懲戒請求で個人情報を特定されますよ。というわけで、支持者ではない方々から、正論ハラスメントでダメ出しをされてしまう。支える会の図でした。支える会はこれらのアドバイスを聞き入れるのでしょうか。今までの言動から予想すると、多分聞き入れないでしょうね。ちなみにヒマゲート事件というタブを、最初にツイートしたと思われるアカウントは、普段のツイートのリツイート数がだいたい1桁、多くても2桁くらいのアカウントです。こんな拡散力が低いアカウントが作ったタブを、なぜ支える会が認知しているのでしょうか。めちゃめちゃアンテナ張り巡らせてるんですかね。最後までご視聴ありがとうございました。